ハウフィオプテリクスはドイツやルクセンブルク及びイギリスのサマセットから化石が発見されている絶滅した魚流の属。全部かつてステノプテリギウスハイフィアヌスに分類されていた標本に基づき、ハイフィオプテリクスはマイケル W マイッシュにより初めて記載された。マイッシュはステノプテリギウスハウフィアヌスの新基準標本がステナプタージアス CAF。 エスクワドリシスとして定義でき、したがって、この種は、疑問名とされるべきであることを発見した。彼はまた、かつてステノプテリギウスハウフィアヌスに分類されていた、大半の標本が、エスクワドリシスに再分類できること、残る標本は、ステノプテリギウスの有効な属として認められない、新たな分類群に属することを発見した。 ハウフィオプテリクスは新基準標本グピット1491-4から知られており、この標本には頭部と軟組織が保存されている。全長は1.93メートルに達し、標本は約1億8200万年前のジュラ紀、前期とアルシアン紀にあたるドイツホルツマーデンのポシドニア、血眼のハーポセラスエリガンティアラム、クサロトムはモンイドサブスンズから回収された。 ドイツのホルツマーデン及び、ルクセンブルクのデュドランジュから出土した標本には、MHHQ、w ッ1 SM、SMNS51552、SMNS8225、SMNS81965 がある。これらは、上記のハーポセラスエリガンティアラム、クサロトムワモンイドサブスンズのリアスイプシロン21から5から発見されている。2011年には、 ハナカインとミッチェル・ジェイ・ベントンが、トアルシアン喫初期にあたるイギリスのイルミンスターに位置する、ストロベリー・バンクから出土した、新たな標本を記載した。標本はすべて幼体、または乳児であり、ほぼ完全な骨格と頭骨を有していた。これらには、ブルルシー・エ 1399, ブルルシー・エ1400、ブルルシー・エ 1401, ブルルシー・エルル1403、 ブルルシー M1404、ブルルシー M1406 が含まれる。なおブルルシー M1399 は、マイッシュが先に記載していた。マイッシュが記載した標本とイギリスから出土した標本から、ハイフィオサウルスがトゥンノサウルス類の基盤的な属、またはユーリノサウルス類の属であることが示唆されている。1931年に、フリードリヒホンフエネは、 ハウフィオプテリクスをステノプテリギウスハウフィアヌスの足と考え、ステノプテリギウスハイフィアヌスティピカと命名した。2008年にマイケル・ W ・マイッシュがその分類を属へ昇格させ、ハイフィオプテリクス属を独立させた。したがっても色種はハイフィオプテリクスティピクスである。属名はポシドニア結眼とその動物群の理解を深めるために、 長期にわたって研究したホルツマーデンのハウフ一家を叩いた,たもので、ヒレや翼を意味するプタックスにも由来する。種照名は典型的なという意味を持つ。ありがとうございます。